お休みの日の前の日に出しとく感じですね、うん、いつの時間に焼くかにもよるね。そうですね、逆算だから、うんうん、こんにちは、天然酵母パンゾーの椿るみこです。椿さん、はい、生地って冷凍ができますか？はい、できますよ。こねたはいいけど、あ、出かけなきゃいけなくなったっていう時に便利だと思いますのでね、やってみていただきたいと思います。じゃあ今日は、冷凍生地の扱い方についてお話をしてみたいと思います。まずね、こねていただいて、私はね、おすすめしているのはね、ポリ袋に入れてもらうのがいいかなと思います。あの、なんか容器に入れてもらってもいいんですけど、ちょっとね、乾燥がね、心配なので、やっぱりこうぴったりとね、ラップにまあくるむとかでもいいんですが、あとはジップロックとかでもね、いいんですけど、まあポリ袋がね、お手軽かな、誰もね、持っているかなと思うの で生地を入れて、で空気を抜いて、で止めてもらうっていうことで縛っといてね、もらえばいいので、そうやった状態で冷凍庫にもうそのまますっと入れてもらって、保存してもらったらいいと思います。でその後ね、解凍の方法なんですが、自然解凍してください。で冷蔵庫に入れてね、冷凍庫から冷蔵庫に移して、だいたい半日ぐらいはねかかるかなと思います。で緩やかにね、ゆっくりと解凍していただいて、で生地の状態が、解凍できてね、元の状態に戻ってきたら生地も室温に戻すっていうので、多分ね 2,3 時間ぐらいちょっとかかると思うんですけど、その状態になってから発酵開始になりますので、すごくね長い時間かかるのでね、ちょっとこれは逆算してもらって、焼きたい時からね、じゃあいつ冷凍庫から出そうかなって考えてもらって、解凍していただけるといいと思います。いつでもね生地を保存しておいて、焼きたい時に出して発酵開始っていう風にしてもらえばいいと思いますので、ぜひやってもらいたいと思います。お休みの日の前の日に、うん、うん、出しとく感じですね。前の日には出しとかないとダメだね。ちょっと遅いか、うんうん、いやでも大丈夫かな、前の日で、うん、そのお休みの日のいつの時間に焼くかにもよるね。そうですね、逆算だから、うんうん、まずはこねたらね、乾燥しないようにうまくね袋に入れて冷凍庫にしまっておく。解凍するときは余裕を見て、冷蔵庫に移し替えて半日以上はね置いといてもらって、で柔らかく戻ってきたら今度は室温に出して、室温の、状態の温度にまでね生地を戻さなきゃいけないので、数時間かかります。でそれを戻してから今度は発酵開始ってことになるのでね、ちょっと長い道のりですが、まあ2日間ぐらい見といてもらえばいいかなと思いますので、ぜひやってみていただきたいと思います。それでは美味しいパンを焼いてみてください。さよなら。この動画が役に立ったという方はぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また LINE に登録していただくと、月替わりの公募っていうことでポイントなどをお伝えさせていただいていますので、こちらの方も登録をよろしくお願いいたします。メルマガは公募作りのことに関して無料メルマガ7日間レッスンっていうことでいただいていますので、こちらの方も登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。